座の方に行って、2つ目を。出てきよう、ヘッあの火星がですね、外のヘリに出まして、日常的にですね、あのニューヨークの18着の公演が展示されています。30年かかる。正解。固定化することのないようにしています。それは絶対です。はい、固定化はしないということで、あの対処して。はい、在日海兵隊のガム移転と羽田以南の土地の返還をですね、普天間飛行場の移設と切り離してですね、議論を開始することにいたしました。普天間の原因の飛行場については固定化はとてもダメでございます。やってらっしゃいます。これは、一日も早く、はい、動かして、こういうのを、新しく市長に申し上げました。はい。はい。申し上げましたが、これはお忘れなくしっかりと取り組んでいただきたいと思います。はい。固定化はしないということです。普天間飛行場はですね、固定化をしないという、このことは、固い決意で臨んでおるところでございますので、まあ、この大変、解決が難しい、状況の中で、なんとかその糸口をですね、私も見つけていきたい。辺野古というのは政府が非常にこだわっているけど、非常に難しい部分があるというのは、大臣にはもっともっとよく理解していただいた方がいいんじゃないかなというような、まあ、このままの表現じゃないですよ。ぜひそういうものはよくご理解をしてもらいたいという、まあ、私の希望は、それなり申し上げましたけれどもね。